反乱軍の迅速な救援により綾御前と上杉景勝は救われた。だが彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには信長の力の解明が必要。そう判断した反乱軍は織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる袁紹と董卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きを知って守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う、その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。いや、なんでも。さて、三人にはそれぞれ頼みがある。まず直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠。修繕殿は袁紹殿になるべく近づいてもらいたい。ただし手出しは無用に願う。直虎殿はまあひとまず俺の近くにいてもらおうか。はい、よろしくお願いします。ん？待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿。角殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が角殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。それではおのる方よろしく頼む。義元公と蹴鞠をせよ。角度の真実掴みかも。しかし古の名将の策信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。袁紹に近づけ。だが手出しはするな。全然燃えない策だ。大体角度の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番かも。戦の要は軍師の格さん、それに修善さんと直政ですね。その通り、一人でも賭けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。蹴鞠もまた私さらば。
まり相手でも現れぬかの。私はここで決める。信長や董卓と組むな。まるで本意ではないが、霊族の誇りにかけここを死守。こら、ひげを引っ張るでない。ほら、霊族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも霊族に手を貸そうぞ。我が部に挑め。戦意爆風陣。虫キャラどもは天将と吉本にたかりおるか。わしはただ見物していればよさそうじゃな。ノーテック様、私は嫌な予感がいたします。そうかな。俺はいい予感がしてるぜ。帝国の美女が日の本一の色男に落ちるよ。当分の緊張、吉本公をどう蹴鞠に誘うかだ。さすが孫権殿、あなたと学友だったことも誇りに思います。吉本殿への工作、ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。私が活躍すればするほど董卓が笑うことになる。皮肉なものよ。
前こそ真の三国武装だ。なんという武勇。熱い救援感謝するぞ。しかし悪殿はこの伏兵を知っていたのか。お見事です。俺も続きます。私の出番か。私の相手は復帰かな。私が負けただと。ここで決める。よし、ここで決める。炎章の砦に到着したぞ。ここで待っていればいいんだ。ん、なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。これは利関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。今こそ宇宙。どうなっておる。城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんだよ。さて、トウタブロをおとなしくしてもらおうか。城内は大混乱なのじゃ。どうする霊族。ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら打って出るまで。おっと、嬢ちゃんがまずいようだな。逃走。仕方ねえ、助けに行く。あとは私。体勢は決しました。吉本公、どうか降伏。私の出番か。おきたかったが、見事な武を示されるものだ。俺も負けておれませんだ。城の守備があっけなく崩壊したり、各殿の読みが的中したということか。虎殿は顔が赤くなるから分かりやすい。そんな恥ずかしいでしょ。
これを放つ。李関係の神髄堪能させてもらっちゃったよ。あの3人が親しいかは微妙だがね、喜んでもらって何よ。全本書に立てつくて、死ね者め。さて、仕事はきっちり果たすね。覚悟はとうにできておる。ファイレ、殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。各殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っておいて騙したのかの。嬉しかったのに、ひどいの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかね。な嬉しいの。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロはみんなと一緒に行くの。それと炎章殿、冥族の意向を保ちたいなら俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう。これよりはこの炎本書が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ホム、
ならばわらわも名族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい角度の策でこんなに味方が増えるなんて。今なら信長にも対抗できるんじゃないか。腕輪の妙な力がある限り難しいだろうな。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば。あるいはそれってこれでしょうか。さっき拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物が。それとも他に条件でもあるのか。雅に参るの。我が名は炎本性、名族である。世界は不思議で美しいのじゃ。サイカマゴイチ、華麗に決めるぜ。面白そう。で、あなたご推薦の相棒って誰なの？あら、リョウさんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに初めまして。また一緒に遊びましょう。信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか。私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとるのかね。ご案内します。それじゃあ頼んじゃおうかね。皆に声をかける間に逃げられちゃまずい。急いで向かうとしよう。待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。そういうことならちょいとだけお待ちよ。力を持て余してそうな味方がすぐそこにいるんで誘っときます。貫き通すは我が信念。いざ、共に敵陣に切り込むぞ。金馬町と赤鬼は誰にも止められぬ。帝将円、愛しき風景を胸に描き戦わん。乱の荒波を砕く岩尾のごとく。
反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いやー、間に合ってよかった。ん、アナイ大義、それと銀平殿、助行殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いいえ、いいんです。こういう時のために助行殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしねえ。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇名にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいんすね。やってんで。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎章殿は動いてくれません。名族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。ジェノジャも腕輪を探してるんですか。私にもその情報教えてほしいね。だっ、得意の関係で口を割らせてみる。以外に人間がいるけど、あの者らも氏康の忍びを狙ってるようだ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃあ、あいつらも全員やっちまいます。新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。よーし、無敵の体に挑もうぜ。燃えよ我が家に、ただただし。聞くとし、身の血をも楽しみにしてよ。ねえ、信長さんに従って
けて大丈夫？あの腕は使うととんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりしてカイ、今はお父様を信じて進まなきゃ。まがまがしい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。腕輪を狙う勢力の二つ、信長に教えてやる。それが違う。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。風魔の旦那の親戚？違った。でも不気味なところがそっくりだにゃ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。若い人たちすごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。ナオマサ生産。大無理さ。片付いたようだね。じゃあ当初の目的を達成しようか。全力で行く。へい、クーマの旦那をとっちめるってやつですね。何なのよあの怪しい女。いきなり襲ってきて。君たちが傷ついてしまったわ。カイ、一度体勢を立て直しましょう。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンするが、果たして。敵が集まってきてますね。大
拙者が出る。我が武にて策ごと打ち破ってみせよう。雪村様、一段と燃えてるにゃ。藤安もじゃけど、一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。貴様はここで朽ち果てろ。試させてもらおうか。それよしが参る。花田の戦、ご覧あれ。力を合わせましょう。決勝、打ち取ったよ。バカな、私が負けただと。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。本陣に氏康の忍びはいないようじゃねえ。ことはやっぱりわしが上手い。罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここから加藤忠犬が相手だ。よし。むむ、罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加藤派殿、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に。俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。まあ、その恩ぐらいは返さないとな。直政、水産、これがしが参る。花田の戦、ご覧あれ。いつの間にか大変なことに。お暇なら助けていただけませんか。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派だ。敵ながら見事、武を持って恩義に報い申したな。我に用もあるな。花田の戦、ご覧あれ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。行くぞ。打ち取った。分身の術とは恐ろしき技よ。誘惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えれば
できるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今は小太郎を守らなきゃ。風魔さん撃たせない。私が相手を務めます。大義である。さあ風とたわんだ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、冥族エル本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。まさかこれは助かっちゃったね。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ポリモン、冥族は伊達じゃないってことかにゃ。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。それが炎章殿の武力。実に見事。ああタイルを塞いだのは策のうちかと当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではない。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられ。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。ああ、もうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。お父様の道を信じて戦ってきた
でも負けてしまった。私は一体どうすれば。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直、あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。ああ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえば、あの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加護中堅三丁。最善の結果だな。宝生殿、こんなところでいかがされた？あなたは劉備殿の城にいたはずでは。その城が信長の襲撃を受けたので、救援を求めに来たんです。なんと。俺はなんとか脱出しましたが、かなり危険な状況でしてね。すみませんが、急いで来てもらえませんか？ええ、もちろんです。ホム、聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。わらわも共に行くのじゃ。あなたも。まあ、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍、倍返しをしにね。